お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りかれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのかって、今あなたの願いと求めをおっしゃってください。心や体の病気があるならば、そこに手を置いて癒しを求めましょう。自分じゃなくて、家族友人ならその人のことを祈りましょう。経済のこと、お仕事のこと、人間関係のこと、どんなことでもいいです。自分じゃなくて誰かのことでも、あなたの心の本当の願いを主に向かって言ってください。主はその願いに応えてくださいます。天のお父様、イエス・キリストの名によって恵みの台に出てまいりました。今一人一人のこの叫びに応えて、あなたが御業を表してください。主イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ、癒されよ。胸の痛み、背中の痛み、イエス様のため、消えてなくなれ。ある言葉が突き刺さってして、それで自分が痛いし、その人のことも許せないっていうか、もう会いたくもないと思ってですね、その言葉を抜き取ってください。神の言葉によって、私の目にはあなたはここで尊い、私もあなたを愛している、この言葉が霊に入りますように、そして完全に解放されますように。その人が言った、サタンが用いた言葉を、その人の力出ていけ、その許しの力を注ぎ、回復を与えてください。恐れを、その人の力出ていけ。喉が痛くて時々吸い込むからですね、イエス様ってみせる、完全に刺されよ。がんを取り除いてください。体中にあるがん、悪性腫瘍、良性腫瘍、すべての腫瘍とがんを取り除いてください。イエス様ってみせる、すべてのがんをイエス・キリストのところに行け、十字架に行け。今イエス様って、その人のすべての悪性腫瘍、良性腫瘍、がんを向かってみせる、その人の体の力消えてなくなれ、出ていけ。イエス様、何よって消えてなくなれ。白内障、緑内障、イエス様って目ずる、癒されよ。特に眼圧を正常にしてください。体温を高体温、低体温、低体温も高体温も正常体温にしてください。血圧が高い方を正常にしてください。低い方も正常にしてください。上も下も正常にしてください。イエス・キリストって血圧を正常になれ、体温を正常になれ。今だけじゃなくて、根本的にはしてください。完全に直してください。今、あなたはそれをなさってください。オーケストラに加わるように促しがあります。前からあるんですけど、自分はいいと思ってますけど、踏み出しなさい。その時、あなたに喜びが来、教会に喜びが来る。私はあなたにそれをなそう。それがあなたの召しです。ハラバ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 ラ
捧げるように導かれてて、でも嫌っていうんじゃなくて本当かなと思った人、それは神からの流しです。額の問題じゃなくて、主があなたに示したそれを捧げていきなさい。その時にその人が祝福されるので、あなたも非常に祝福されます。経済でも霊的にも。促しに従う、従うってことはどんなに大きな祝福かを具体的に教えていこう。あのプラプラプラサンタラスプラスプラプラ。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。もっと多くの礼拝に私は導く。そのためにあなたを呼び出そう。それはあなたにとおもりではなくて祝福になる。あらばらばらサンタラスプラ。イエス様ありがとうございます。感謝します。ありがとうございます。イエスキリストって心と体を癒されよ。必要な経済を完全に満たし、問題に対する明確な解決と、あと和解を与えてください。イエス様って見せる和解を与えてください。感謝します。ありがとうございます。仕事が開きます。しかし開いたからといっていいことばかりじゃなくて、困難が許されますが、その困難を徹底して感謝し、私のところに出てきなさい。その困難の度ごとにあなたは私の恵みと愛を知り驚くであろう。その職場を通して私はあなたに非常に多くの学びと、私には何でもできることを教えていこうとしております。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。